どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は元スマップのメンバー3人が結成した新しいグループ、新しい地図の雨上がりのステップ、こちらの曲いいです。この曲は、はい、この曲をこのウクレレで使って、ガズレレ流簡単にやってみましょうということで、これはウクレレでも元気になっちゃうやつですから、どんどんやりましょう。いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレオリジナル簡単バージョン、後半はちょっとこうノリビートを聞かせてかっこいいバージョンやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ大好きな曲、もうぐわーっと歌いたい曲、カラオケや CD 聴くのもいいんですけれども、自分で楽器を演奏してね、それで歌う弾き語り、ぜひ始めてください。これ本当にね、めちゃくちゃもう最高な気分なんですよ。とはいえね、難しいんだろうな楽器、私はちょっと縁がないなという方多いんですけど、ウクレレさんだったらすぐできます。なんせね、弦が4本しかないでしょ。簡単なんですよ、簡単。でもただ簡単なだけじゃないですよ。やったらわかる。ものすごく奥も深いんですよね。そこがまたハマる要素です。面白いですから、ぜひ始めてください。あとちっちゃいからね、もうどこでも持っていけですよ。公園だろうが別にね、ソファーのところにちょっと置いといてピッとこうやるとかね、そういうのがいいと思います。ぜひね、お気軽に。今、ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどん弾けるプログラムがあります。プログラム。はい。もうちょっとしたらここにリンクありますけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、その動画のね、1から順番に動画見ながらウクレレ触ってるだけで、すぐに、あれ私できちゃったって。なりますからね。はい。で、YouTube ですからね、いつでもどこでも、スマホでも見られるし、ちょっとした隙間時間でもできる。しかも、無料。皆さん、始めましょう。じゃあ、リンク貼りますよ。初心者レッスン、ここ行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そのリンク先には、私が今まで取りためた、ありとあらゆる音楽のがウクレレで簡単にできるようにした動画が、もうすでに800曲近くは、もう上がっていると思います。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏メロ、演歌、歌謡曲、あとは洋楽もたっぷりあります。ハワイアンもちろんある。映画の曲、アニメの曲、いろんなのをもうほぼ毎日アップロードしてます。お気に入りの曲を見つけてどんどんやってみましょう。さっきのリンク先のところで曲とかアーティストの検索とか、ジャンルボックスから選べるようになってますんで、どんどん好きな曲、音楽やりましょう。聴くのもいいけど、やるのももっと楽しいですよ。じゃあ行きましょう。雨上がりのステップ、ガズレレ流、簡単バージョン、やってみます。雨上がりに揺れた水たまりの上を避けたりしないでまっすぐ歩いていった。君の背中追いかけ僕は震えたんだ。このまま窮屈な世界から飛び出せる気がしたよ。どうしていつの間にか諦めたり、いつの間にか決めつけたり、壁ばかり作ってしまうんだろう。だけどね、今は誰もやらないだけ、まだ誰も扉を開けてないだけ。水しぶきみたでしょ。雨上がりに揺れた水たまりの上に映った蹴散らし壊していった。凛とした笑顔、重い扉をこじ開けて、このまま一緒に見知らぬ新しい世界まで飛び出せる気がしたよ。新しい地図、元スマップの3人、草薙くん、香取慎吾さん、稲垣吾郎さんの3人、これ雨上がりのステップという曲いいです。
ね。はい、今のは聞いていただいて分かったと思うんですけど、ショートカットバージョンにさせていただいております。ずっと頭からサビから始まってきて、A メロやって B メロやって、もう次のサビまで。ここまでやったんですけど、フルでやりたい方、コード進行度は一緒です。書き足してフルコーラス、自分で書いてください。あと、テロップと一緒に、動画内のテロップと一緒に何とか合わせられた方は、今度また書いてね、自分の演奏だけでやってみるのをおすすめします。その時の参考になるように私のノートを見ていただこうと思うんですけど、結構ね、これワンブロックにずっとコードが2個ずつ入ってるんで、C、C、G7、G7、A マイナー、これ、どんどん思ったより早くね、次のコードがズンズン来るんでね、心の余裕を持ってやらないと、追いつけないんで。あと、この歌い回しもちょっと、なんていうか、こう、早口になったりするとこもあるんでね、気をつけながら。まずこれをメモってください。はい、一時停止で。いいですかね。まあ、テロップ見ながら一時停止で書いてもらっても同じだと思いますけどね。はい。で、一時停止でメモってくださいね。で、ここら辺、今のシンプル簡単バージョン普通にやったんですけど、これ後ではね、後ではかっこいいバージョンではこの辺ちょっとだけ、かっこよくします。はい。で、ここから A メロが始まるわけね。ここがですね、ポイントとしては、ここ、1ブロック、2ブロック、3ブロック、4ブロックでしょ。ここ、1、2、3ブロックで次の頭に入る。要はちょっと小節数がここで1個ね、わざとこう、そういう演出をしてますね。これがかっこいいと。で、ここの B メロというかね、だんだんサビに盛り上がるところをやって、ちょっとここは6ブロックに入ってますね。6ブロック分。はい。いいですか？で、いつものパターンなんですけど、ここもだんだんこう書いてたら、こう、土地がなくなってきちゃいまして、要はですね、このコード進行、こっからここまでの分が、ちょっと書き入れなくなっちゃって、ちっちゃく書いてあるんですよね。なんで、コード進行はここと全く一緒で、要は 2番のサビの歌詞が乗っかってるというふうになってますということです。なんでちょっとこれ字が細かいんですけど、はい、こんな感じでノートは作りました。皆さんもご自分のこうやり方でやってみてください。じゃあ出てくるコードね、今日はねちょっと書く場所がちょうどそういう意味でなくなっちゃってしまったので、これです。いきますよ。 C、Am、F、Dm、D7、G7、Em7 のコード7個コード7個でいきます。このコードはですね、はい、このコードは結構ガズレレでは出てくる超入門コードのグループでできちゃいます。はい。すなわちこれです。はい、どうぞ。ガズレレ必須コード。必須ですよ、必須。必須ってことは必ず覚えた方がいいよねってことで。コードっていうのをね、ウクレレやる上で覚えなきゃいけないんですけど、これは要素ですね。音の塊の要素。で、これはね、星の数ほどあるんですよ。で、ちゃんと覚えようと思ったらもう本当に何十年もかかる。まあ、そもそも覚えられないぐらいコードっていうのあるんで、正確にはね。じゃあどうしましょうっていうことなんですけど、このウクレレにとって、このちっちゃいウクレレにとっての、ものすごく便利で仲良しで使えるコードがあるんです。それをガズレレ必須コードと呼んでおりまして、10個ぐらいあります。今日そのうちの中の7個ですんで、このガズレレ必須コードをマスターすればもうバッチリ余裕なんですけど、1個ずつ見るとそのコードって簡単なんですよね。1本指であったりとかするんですけど、10個いっぺんに覚えようと思うと大変。じゃあどうしようかってことで、私がめちゃくちゃ頭にスッと入る分かりやすい動画、解説動画を以前撮ってます。ここにリンク貼っておきますので、ここでこの必須コードを お勉強してください。はい。そうしたら今日のここは一応コードは大丈夫。でもさっき言ったみたいにこうワンブロックずっと2個入り続けるから早いですからね、コードの動きが。その辺はもうまたちょっと経験値ということになると思うんですけど、コードはそこでマスター。よろしくお願いします。はい。では、今のシンプル簡単バージョンを今のこう4つでずっとこう弾いていったという感じなんですけど、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンではですね、やっぱりリズムですね。リズム。で、この曲の特徴はですね、まあ、ズバリ言うと、頭打ちってリズムで言われてて、タッ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 ってこう、頭にね、アクセントがあるんですよ。頭っていうのは、ワン、ツー、スリー、フォー、タッ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 なんだけど、これ4つ弾きと基本的には同じなんですけど、ただ一点、ものすごい違うところは、音が止まってる。つまりカッティングなんですよ。ちょっと聞いてください。さっきやったシンプル簡単バージョンは、雨上がりに、じゃないですか。今回のカッティングの頭打ちっていうのはこうです。ワン、ツー、スリー、フォー。雨上がりに揺れ。分かった。音がバッバッバッって止まるでしょ。これをカッティングって言います。これはね、左手でこうやって止めるんです。見て。パッ、こうやって止めてる。はい。これはね、結構難易度が高いんでございましてですね。これで、雨上がりに揺れた水たまりの、こんな感じで、ダッ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 。やってみようと思います。さっきの4つ弾きとちょっと似てるけど、このカッティングが入るだけでドーンと難しくなりますけどね。あと、雨上がりのステップ、音源を聞くとずっとこの頭打ちで言ってるんですけど、ちょっとね、ウクレレアレンジでメリハリつけるために、A メロ部分と B メロのところの途中まではですね、
8ビートのチャというリズムでやってみようと思います。 これのがなんかこう落差があってね、かっこいいかなと思って、ちょっとオリジナルアレンジですけど、それはこういうリズムです。いつの間にかいいですね、8ビートのチャ。あと歌い出しの一番最初のところのあのバースはですね、ガズペジオという弾き方、こちらを使ってやってみようと思います。このガズペジオっていうのは、ね、こんな感じなんですよ。タントン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 、こんな感じ。これでやると雨上がりに揺れた、ちょっとねこう忙しい感じるかもしれないですけど、この弾き方ね、 手だけ見てるとちょっとあれですね、なんかそこなんか風の谷のナウシカのオウムみたいに見えるんですけど、ね、これオウムの口あるじゃないですかね、よく動くなみたいな感じですけど、自分でやってみると結構面白いですから、はい、このガズペジオも入れていこうと思います。つまり、8ビートのチャ、ガズペジオ、カッティング、この3つの弾き方でこの曲やってみると思います。この3つの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からこう3つの弾き方を探して弾いてみていってください。ガズペジオはね結構面白くできると思うんですけど、8ビートのチャはもともと8ビートという基本リズムがありますんで、その基本ビートができた後の段階になりますから、まるで初めての方は8ビートからやってみてください。こんなリズムで曲の全体盛り上げていこうと思います。あと基本的にはこの曲がすごくシンプルでストレートにこう気持ちをドンとお届けする、まあ、歌詞の内容を読むとなんか3人のね情景が浮かぶようなね、なんかすごくこう深いなと思うんですけれど、そんなような気持ちがやっぱ重要で、あんまり難しい決めとかもないんですけど、1箇所ここだけちょっとオリジナルな感じで、感想をちょっと省いてますんで、ここのサビ1回目が終わったら飛び出せる気がしたよの後で C でワンブロック伸ばして、その次タッタッって決めたいと思います。ここだけちょっと練習してみようかな。窮屈な世界から、ここね、飛び出せる気がしたい。C で伸ばして、タッタッと押して、こんな風にやってみます。C でジャーンと伸ばして、タッタッと押して、ここから8ビートしちゃう。こんな感じの決めを一箇所入れて。ここがだから要は際立ちますよね、結構。はい。そういう感じでやってみようと思います。この曲はですね、いろんな方にこう勇気を届ける、そんな感じの曲だと思います。やってみましょう。雨上がりのステップ、新しい地図、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。雨上がりに揺れた水たまりの上を避けたりしないでまっすぐ歩いていた。君の背中追いかけ、僕は震えたんだ。このまま一緒に見飽きた窮屈な世界から、飛び出せる気がしたよ。どうしていつの間にか諦めたり、いつの間にか傷つけたり、壁ばかり作ってしまうんだろう。だけどね、できないのは今はどれもやらないだけ。まだ誰も扉を開けてないだけ。地図、ガズレレ流、かっこいいバージョンやってみました。軽やかですよね、こうなんかもうね、本当3人のねこの心持ちがこうよく出てる感じで、こうなんかね、もう大丈夫、どんどん行こう、こんな勇気がある曲だと思います。このエネルギーをこう音楽に乗せて、またさらにね、いろんな人にこう広がっていくと素晴らしいんじゃないかななんて思います。はい、音楽はいいですね、本当にどんどんやりましょう。
はい、ありがとうございました。ガズさん、このちっちゃいウクレレ持って日本全国イベントで飛び回っております。今週は山形行きますよ。山形、もう近くの方はもちろんですけど、遠い方もどうですか。山形、今の季節きっと最高ですよ。天童市でやります。イオンもお待ちしてます。そんな最新情報もその後もいっぱいイベントありますからね。あとこのウクレレの情報、これいいんですよ、このウクレレ。あと本をたくさん出してます。ベストセーラー作家ですから、私は。そんなことのガズレレ最新情報、この後動画でちょっとひっつけときますんで、最後ご覧になってってください。今日は見ていただいてどうもありがとうございました。それではご案内動画どうぞ。はい、そんなわけでまずはここです。これこれ、ガズレレ .com、 ガズレレホームページです。ここを見てくだされば大体のことはわかるようになってますね。リンクもここに貼っておきますんで、ぜひチェックの方よろしくお願いします。さあ、ガズレレイベント情報です。9月、もうすぐです。あと1週間、山形県行きます。ガズレレ初登場、山形天童4モール天童やりますよ。これも大歓迎ですけど、ガズレレイベントで、その後もダーッとこう続きます。見て見て、こんなにいっぱい続きます。10月九州行くし、11月11日は東京、この東京11月11日もうチケットあとちょっとです。急いでください、迷ってる方。はい、あとはもう九州、熊本とかね、宮崎とか、今度湘南の方も行きますからね。まだまだ目が離せない。これからまたどんどん増えてます。ガズさんのイベントはウクレレ持ってきてくださいね。私のコンサートではなく、みんなで一個の音楽を作る。その時にどういう感じでやったら、もうより良くなるか。より、この、なんていうのか、音楽の深いところに行ける。そんな楽しい話をしながら、もう本当に涙と笑いのもうね、大スペクタクルですから。はい。お一人様も大歓迎。あらゆる年代大歓迎。で、もう超初心者から上級者まで、本当に楽しめます。間違いないです。はい。よろしくお願いします。はい、あとはね、このガズレレのウクレレ、このベトナムで作ってるクラウドファンディング達成したこのウクレレなんですけど、今ね、もうほんと今、もう作りまくってますね。今年中にはね、こう、サイト専用に作って、皆さんのこう受注を取ったり、こう、オーダーを受け付けたりするようなシステムになっていくと思いますので、もうちょっとお待ちください。あとは、ガズさん、たくさんの本出してまして、もうほんとね、びっくりするぐらいに、ベストセラーに なっております。ありがとうございます。はい、一番新しい本はこの本。ガズレレのソングブック100曲入り。リットミュージックから出てるこの本とかも本当にね、増刷増刷で、もう本当にありがとうございます。そういう感じで本もね、あ、いっぱいあります。フォローしておいてください。ガズさんブログ書いてますからね、いい話いっぱい書いてます。このブログをもとにガズトークというもう一個の YouTube チャンネルで喋ってますから、いいこと。ガズトークのチャンネルのリンクも貼っときますよ。ぜひお越しがある方は見てみてください。やっぱより豊かにより楽しく音楽しよう、これがテーマです。ガズレレ、今後もよろしくお願いします。楽しいことどんどんやりますよ。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。